浜尾志郎悪魔の弟子1バツバツ地方裁判所検事土田八郎殿一未決衆とたる私すなわち島浦映像はその旧友にしてかつては兄弟より親しかりし土田賢治殿にこの手紙を送ります あなたは私を無論思い出しておられることでしょうねたとえ他の検事によって取り調べられ次で余震判事の手に移されてしまった私であってもあの世間を騒がした美人殺しの犯人として伝えられ新聞紙上にその名を謳われたに違いない以上同じ裁判所にいるあなたが今度の事件について私の名を見ないはずはなくまた 聞かないはずもありませんもしあなたが私に会ってくれたならおそらくこの手紙をあなたに書く必要はなかったかもしれません私は私の旧友が今私の収容されている刑務所が属している裁判所にいることをもっと早く思い出したならあるいはこんなに長く苦しまなくてもよかったかもしれないのです そうしておそらく私はここに書こうとする恐ろしい奇怪な経験をもっともっと早く述べることができたり違いないのです土田賢治殿私は殺人犯人としてここに収容されていますしかしたぶん私は実はその犯人ではありませんそうです 多分です。私はこう言わなければならないのを悲しみます。私はこういう不思議な言い表し方をしなければならぬのを遺憾とします。しかしこの手紙を終わりまで読んでくだされば必ず私の言う意味を了解されるでしょう。私がこれから述べようとする恐ろしい事柄はあなたにまんざら関係なくはないのです。 いいなあなたこそ私をかくも苦しめた人ということすらできるのですそうしてまたあなたでなければ私の苦しい気持ちは分かってくれないに違いありませんだから私は一方にはあなたを恨みます呪いますしかし同時に私はあなたに嘆願します すがりますあの何にもひするもののないほど細やかだった友情の名においてあなたはどうか私の言うことを信じてください。2, 2土田さんこう呼ばしてくださいこう呼んでもいいはずです。 土田さん、しばらく検事という恐ろしい職業意識を離れて十数年前の過去を改装してください我々の学生時代を中学を出て次の難関を突破した頃のあの涙ぐましい感激の時代寮生生活の時代を改装してください我々は親友でしたあるいは 親友以上のものだったではありませんかあなたのいるところ必ず私の姿を見私の行くところには必ずあなたの姿が見られた中だったではありませんか寮生は私ら二人をパール一対とすら名付けていたのですあなたは私より三つ上の兄さんですその兄さんが弟を求めたのです 若かった私は、いや、むしろ幼かったと言っていい私は、あなたの強い性格にあっせられて、間もなく、あなたの無二の弟となったのです。このことはよもやお忘れではありますまい。私は、寂しい私を本当に理解してくれる人がいたと思いました。その上、あなたは私を愛してくれました。 私はただ一人あなたを兄とも恋人とも感じたのですあなたは私より一年上の級にいましたそれゆえ学校の科目についても常にあなたは私を導いてくれましたあなたはその上秀才でした私はあなたを尊敬しあなたのなすところことごとく正しいとすら信ずるに至ったのです こううやって燃えるような友情は2年間続きました。私たちにとっては異性は何者でもなかったのですあなたは2年後私に先立って学校を卒業されさらに最高の学校に入りましたそうして我々の間はどうなったのでしたろうか我々は突然別れたのです あまりにも突然でしたそうしてそれ以後お互いにほとんど会うことすらなかったのです土田さんこの原因は無論あなたの側にありました私より一級下にいたある美しい青年をあなたが熱烈に愛し始めたからに他なりませんあなたはあなたの移り気のために振り捨てた弟が あれ以後どんな気持ちでいたかお考えになったことがありますかあれほどまでに愛し合い理解し合ったと思っていた間柄です二人の友情は永遠だと信じていた私です無論私はあなたに顧みられなくなってからしばらくはただ寂しさに襲われるより他はなかったのです私は 寂しさの中に自分をりみましたそこにははっきりと自分自身を見つめました自身をはっきりと見いだした私はあなたを心から恨み呪うよりほかなかったのですうぬぼれの強いあなたはただこう言っただけではこの言葉をきっと自分に都合よく解釈されるに違いありません あなたは愛する男に捨てられてその男の無情を恨む女の姿を想像してあなた特有の悪魔的微笑をなさるに違いありませんところがそう思ってはいけませんよ私があなたを恨む理由は全然他にあるのですからなるほど我々は一種の恋人同士だったでしょう そして私はその恋人に捨てられたに違いありませんしかし捨てられてあなたから離れた私は自身を見つめることができたと同時にあなた自身を全部見透かしてしまったのです土田さんひと言で言いますあなたはこの世において最も危険な人間です あなたは悪魔です人の肉を食っただけでは飽き足らずその魂までも地獄に落とさねばやまぬ恐ろしい悪魔ですあなたは秀才でしたまれに見る明晰な頭脳の所有者でしたそしておそらく今でもそうでしょうしかしあなたはその頭脳とあの雄弁と思ってあなたに近づいた若人たちに何を出し 何を教えましたかあなたは少なくとも私を私の性格をどう返じたか一度でも考えたことがありますかあなたは感激をもって語り涙をもって解きましたいかなる不合理もあなたの口にかかると合理的に聞こえましたいかなる詭弁も立派な論理に聞こえました しかし、筆胸、それは何だったでしょうただ、あなたの周囲による純潔な魂を堕落させるのみだったではありませんか私が初めてあなたに会ったとき、私は全くの汚れぬ少年でした。あなたと別れたとき、ああ、すでに悪魔の弟子だったのです。 あなたた。はよく言いました人生はバラを持ってまき散らされた道ではない戦いだ戦わねばならぬとしかしあなたを刺激していたものは戦いではなく実は破壊です破壊欲ですすべてのものを破壊して喜ぶのです あなたを慕う若者を苦しめ悩まし挙げくにはそれを堕落させなければ気が済まないのですそれでいてあなた自身は決して堕落していないのですそれが恐ろしいのです危険なのです例えて言えばあなたは酒の味を知らぬ少年に酒を飲ませて苦しめ苦しむ様をただ眺めていたいのです しかもそれだけではありません。その上、少年が飲酒の悪臭に死んで堕落していくのを見て喜びたい人なのです。そのくせ、あなた自身は、決して支配を手にしないのです。もしあなたが酒を飲み、女を買う不良青年だったら、この危険はかえってなかったかもしれません。なぜならば、 全ての人々があなたを軽蔑したでしょうからところがあなたはともかく貧困法制といわれもっともあなたが女に近づかない理由は決して道徳的のものではありませんその上秀才といわれていましたそこにこの危険があったのです何も知らぬ善良な少年は皆あなたを信じました あななたたの弟子となりましたその人たちは一体どうなったでしょう土田さん私は私以外のあなたに愛された青年を知っていますそうしてその人がどうなっているかも知っています私は知識を得て魂を売りました私は あなたの変わった恋愛のために体を犠牲にしたことはなおのぶとしますが、魂を売ったことを思うと悔しくてたまらないのです。土田さん、私は恨み事をくどくどと言い過ぎたように思います。こんなことを言っておれば限りがありません。私がこの手紙をあなたに書き出した目的は、先にもちょっと申した通りあなたを責めるばかりではないのですから。 早く、目的に入りましょう責めるためではないのですが一つだけはっきりと申しておかねばならぬことがありますそれは私があなたによっていかに性格を変えられたかということです 私は弱い虫も殺さぬ少年でしたところがそれからあなたは私に会うたびにしきりにいろいろな恐ろしい話をしたことを覚えているでしょう元来ならば私には恐怖とか怪奇とか犯罪などということは極めて興味のないものだったはずなのです あなたがそれを極端に好んでいるというところからしきりに私にその方面の文学や知識を紹介されました今から思えば私にそういう自分の趣味を強いて私に読書を飲ませること自身がすでにあなたの趣味だったのでしょうけれども私は何も知らずに ただあなたの言うことを信じていたわけなのです。あの当時は、恐怖や犯罪についての書物も、今ほど訳されてはいませんでした。したがって我々は、もしそれを知ろうとするならば、どうしても原書によるより他方法はなかったのです。あなたは、私が当時全く知らなかった、ポーやドイルやフリーマンや、または、 クラフトエビングなどの本をどこからか携えきて語学の勉強のためという名目のもとに私にその多くを紹介したではありませんかしかも同時にあなたはカーペンターを説きホイットマンを語りモンテーヌを紹介しましたこのようにしてあらゆる武器を持って攻め抜かれた私はあなたによって悪魔の哲学を建設せしめられ 犯罪、怪異に対する刺激を受け、同時に私は、あなたのもてあそび者となっていたのでした。土田さん、私こそ確かに犠牲者の一人です。そして私は、あなたの聡明と熱情と用意周到と、そうしてある場合の驚くべき冷静さを持たなかったために、 見事に人生の罠に引っかかってしまったのですお喜びなさい私は散々んんあなたの願老物になった上今またこの刑務所で苦しんでいますしかるにその死たるあなたはその才能と英知と思ってさすがに少しのつまずきもなく人生を進んでいかれました私は あなたを心から尊敬し、共嘆します。と、同時に、あなたのような危険な人間をいかんともすることのできない国家の法律というもののはかさを思わないわけにはいきません。あなたは検事であり、私は罪人です。なんと適当な役目をお互いに持っていることでしょう。止まれ、あなたも私も。 終生、犯罪というものと無関係ではいかれない人間なのです。くども繰り返したこの避難によって、私がこの犯罪の物語を特にあなたにお知らせする第一の意味はお分かりになったでしょうね。私はあの少年時代にもしあなたと会わなかったら、今こんなところに入っていなかったに違いないのです。あなたは、 私に犯罪を教えた人ではありません。あなたは私に犯罪人たる性格を与えてくださった方なのです。これが私の第一に申したかったことです。次に、もう一つあなたに思い出してもらいたいことは、我々があの熱い友情を語ったあの秋の夜のこと。 あなたも多分覚えておられるでしょう私の記憶が正しいとすればあの頃は学年の始まりは確か9月だったはずです入学間もない私は入学試験勉強に散々頭を悩ました結果かやや神経衰弱のようになっておりましたことには慣れない医療生活のことです私は 毎夜ほとんど眠ることができませんでした私は苦しい気持ちで毎日教室に出ていたのですちょうど10月10日の夜ですその夜も私はどうしても眠れぬため夜半の2時頃校庭に降り立ったのでした暗い校庭の秋草の中にふと私は人影を見いだしました それがあなたでしたたあなたと私とはそれまで一回も話をしたことはありませんしかし夜半の2時頃2人の寮生が秋草茂る校庭に立った時そこに何かの会話が行われることは決して不思議ではないのです極めて自然に我々は話をしました私が第一にあなたに言ったのは 自分がこの一か月ほど。眠れずに苦しい夜半を明かしていることでした。すると、あなたは。この私の言葉に非常に動かされました。あなたはもう、その時。二年も前から。常に不眠症にかかっておられたのです。暗い空の下で。二人の会話は。眠られぬ夜のことに向けられ。話は、これから進み。 二人はだんだん親しみえられたのですあの夜明けごろには我々二人は完全に美しき友情をもって結びつけられていたのでしたしかるに不幸なことに私はその苦しい病気まであなたに似てきたのです私はあなたに会うたびに自分の苦しみを訴えました ブロームラール、アダリン、ベロナール等という名を私はその頃から知りました。そして、常用することを覚えました。もちろんこれもあなたの指導によるものです。この教育は結果においてやはり甚だしく呪うべきものを生みましたけれども、それは後に書きます。しかしこれは、 あなたのいつもの教育とは違ってあなた自身も確かにその犠牲になっておられるようでした最近に至って私はある友人から聞いたのですがあなたは今は恐るべき多量の劇薬を飲まなければ毎夜眠られないそうですねその苦しみです私が特にあなたに知ってもらいたいのは 土田さん、私がなぜこんな薬の話を始めたか、無論お分かりでしょう。私の知っている限りでは、この私が、上婦石原寿恵子を、多量の劇薬、これは睡眠薬です。思って殺したという理由のもとに、私はこの刑務所に、今もつながれているわけなのですから。 さてあなたにあらかじめ知っておいていただきたい事情だけは一応書き尽くしました私の行った犯罪と行わなかった犯罪についてこれから書いていこうと思いますあなたは私が嘘を言わぬことを知っているはずですもう一度あの友情の名において呼びかけますどうか 私を信じてください、4. 私は順序としてまず私があなたと別れた頃からのことをお話ししなければなりません先にも申した通り我々のあの熱き友情はあなたが大学に入学せられると同時に突然途絶えてしまったのです 当時私は二十歳であなたが二十二歳であったはずですあなたが私よりも若いある美しい少年に心を移してしまったから私は一時寂しさの真っただ中にいる自身を見いだしました同時に先に述べた通り、すでにあなたの魂を吹き込まれた自分自身を発見したのですあの年の、年 やはり秋です。私が石原末子という美しい女と知り合ったのは土田さん全ての点においてあなたの弟子となったにもかかわらず情緒だけは私はあなたのそれをそのままに受け入れなかったものと見えます私は末子に対して熱烈な恋を感じたのでした 他人の恋物語を聞くということは大して面白くないものですことに異性に対して全く興味を持たずまたセンチメンタリズムの大嫌いなあなたには失恋物語は特に面白くないでしょうだから私はできるだけ簡単に話の筋道だけを書いていきます当時末子は私より2つ下の18歳でした そしてバツバツ女学校の生徒だったのです。私が彼女を初めて見たのは、上野の音楽学校の講堂ででした。あなたは覚えておられるでしょう。あの当時、上野に毎土曜日に開かれた音楽会が、東京におけるほとんど唯一の権威ある音楽会でした。もっともこの他に、 ある有名な大名家族がパトロンとなってやっていた音楽会があったはずですが貴族に極端に反感を持っていたあなたは私に一回もそれを紹介してくれたことはありません末子も私もあの土曜演奏会の忠実な聴衆でした解禁者だったわけです私がいかにして彼女を知ったかということを今さらくだくだしく言うことはやめましょう そのわから、かつてはあなたと私との愛を語り合った上野の森は今度は私と寿恵子の愛を語るところとなったのでした初めて異性を愛することを知った私はすべてを捧げて彼女を愛しました彼女もまた私に少なからぬ好意を持っていたらしかったのですもしこの恋が幸福に進んでいったならば あるいは私はあなたから受けたあの恐ろしい毒蛇の毒を消えたかもしれませんあなたが全然知ることのできない女性の美しさ尊さを知っている私には末子は確かに救いの神だったに違いありませんしかるにこの恋は実に不幸な終わりを告げたのでしたしかもこの不幸は案外早く来ました すでにその年の暮れ寿子には未来の夫が定められてしまったのですそれが末子の意思であろうとなかろうとどうなりましょう末子は当時親のために犠牲になるようなことを言っていたのですがもちろん私にはそれがどうであろうと全然関係のなかったことです要は末子が私以外のものを夫に決めた という点にあるのです。私は怒りました悲しみましたそうして女性を呪いました土田さんこの時あなたの今まで言われた言葉がまたまた私に働きかけました私は全ての女を呪ったのです秀才と言われた私は あらゆる陥落を追ってちまたをさまよった結果ついには両性の面目に関するとあってひどい制裁さえ加えられるようになりましたしかしそれが何です私の苦しみを理解しない友人らの忠告が何の価値があるでしょう21歳になった春私はとうとう学校を振り捨てなければならなくなってしまったのでした 今まであなたのおかげで秀才と言われまた貧困縫製と言われていた私の変わり方があまりに激しいため私を信用していてくれたある教師は一時休学して是非学校を続けるように忠告してくれましたしかし私にはそんな考えは絶対にありませんでした私は決然として あの憧れの二条の白線の帽子を地に投げ捨て校門を出たのでした人は花見に行かれ善良の桜花はまさに春風に燃えながら散り狂う頃でありました故郷の親は突然の私の行動に驚いて泣いて反省を求めましたが私にはもはや何の未練もなかったので 再び学問をする気には全くなれませんでしたついに親は怒って自分の手元に私を呼び返そうとしましたしかし一旦あなたの悪魔の哲学を教えられた私にどうして土臭い故郷の土が踏めましょうか私は断然これを断ってこの広い大東京の中をただ当てどもなく暮らしまわったのでした それから数年の間、私はあらゆる職業に身を投じましたある時は雑誌屋に雇われて翻訳の手伝いをしましたある時は活動写真館に雇われてプロを作る役目を引き受けましたかくして私は東京の隅から隅へとうろつき歩いたのですこの間かろうじて私は食うだけのことをしていたのですが その間にも常に絶やさぬものが2つありました1つは酒1つは睡眠薬です狩量が増すと同時に薬の量も増しますことに私は寿恵子を失った痛手を逃れるために自暴自棄な生活をした結果夜はほとんどただでは眠れませんそうして 私が一夜に用いる薬はすでにあの当時人の倍以上に達してなお足りないやりさまでしたその時から今年までまた八年ほどの年月がたちましたあなたはこの間絶え間なく用いている薬の分量がどのくらい,いますかもちろん経験によってお分かりでしょうひと言で言えば 私が最近一夜に飲む睡眠剤の量はおそらくやはり絶え間なく使用されているあなたにはちょうどいいかもしれませんが確かに他人に対しては致命的なものなのですさて物語を元に返しますが末子を失った私肛門を飛び出した私は旧友がだんだん出世するのを耳にしながら ひたすら堕落の淵に沈んでいったのですがちょうど今から二年ほど前にある女と同棲するようになりましたそれが今の私の妻昨日私に面会を初めて許されて私を訪ねてきた私の妻この面会が私の運命にいかに重大な意味を持ちきたしたかは後でわかりますその妻の つゆこであります彼女はもちろん教育がある女ではありません実はバスへのカフェに勤めていた女ですこの女も私より二つ下なのですが私が飲みに行っている間につい婚意になってしまったのですつゆ子は私を愛しました私がつゆ子に恋したのではありません 彼女は実に忠実でした親切でしたそれでついに2年前彼女を妻と決めて同棲するようになったのですこの結婚は愛を持って少なくも私の側からなったのではありません彼女の忠実な親切とそして彼女の肉体と 彼女の貯めていた小金が私に必要だったためです。土田さん、私はこんなことを恥もなく言います。私は小悪魔でした。しかし、私一人を成長させんがためには、女の一人や二人は犠牲にしても構わないじゃありませんか。親のない強子は、頼るものとでは私一人だったのです。彼女は、 私の妻となってからも至って従順で低粛で善良でした私が酒を飲み女を買って帰っても一言の文句も言いえない彼女ですこういう愛すべき彼女を妻として私にはやっと平和な時が来たと思われましたご 良き妻を得て約半年私には割に平和な日が続きましたただその間に故郷の父に死なれた以外にはさすがに父の既得という法を得た時は急いで国へ帰ったのでしたが私の到着するのを待たずに父は行ってしまいましたこれで相続人たる私にはわずかながらも夫婦が暮らしていけるだけの財産が手に入ったので 私は再び上京したのでしたた。ので私はそれから以前勤めていたある雑誌社にまた雇われて外国語の翻訳をしながら少々ばかりの収入を得ていたのです私はその当時から現在のところで郊外の小さな家を借りて暮らしていたのでしたこうやって表向きはこの若い夫婦は 無事に平和によを送っていかれそうに見えたのです。また私自身にしろそう思っていたのでした。しかし、ああ、それは全くの空想でした。私は自分が悪魔の弟子であることを忘れていたのでした。ちょうど半年ほど過ぎてから私は何となくと 自分の妻に対し不満を持ち始めました元より惚れて女房にしたわけではないのですから私は妻をひどくすいていたわけではないのですがしかし憎む気などはさらさらなかったのですところが同棲してしばらくたつと妻が鼻についてたまらなくなってきたのです新婚の夫婦がじめ仲がよかったにもかかわらず だだんだんお互いに鼻についてくるということは世の中にはざらにある例で少しも不思議はないと思われるでしょうけれども私の場合はそれとは全然意味が違うのですさきにも申したとおりつゆ子は妻としては実に低粛で従順で善良なのですところが一番私がたまらなくなりだしたのは その定粛従順善良そのものなのでした。私はつゆ子がおとなしいのがにくくなってきたのです。定粛なのが釈に触り始めてきたのです。彼女の善良さは何者にもまして私をたけり狂わせ始めてきたのです。私はこのときあなたによってまかれた種が私の心の中でいよいよ成長し始めたのを感じました。 私は自分で恐ろししくなりました。どうにかしなければならぬと感じましたしかしどうしてこの不思議な苦悩から逃れられるでしょう土田さん私は異性に興味を持たぬあなたは無論今でも独身でおられることと信じますしたがっていとわしい妻を持つ夫の苦悩がどんなものだかということについては まく想像がつかかないかもしれませんけれども世の常識に従えば取り立てて言える欠点のない人間いやかえって美点を持っている人間がたまらなく憎い気持ちは私のしたるあなたには無論お分かりでしょう私は妻を捨てようとしましたけれど露子は私からどうしても去らないのです ほかに好きな女ができたのなら連れてきてもいい、女中としてでもそばにいたいと言って聞かないのです口で言って追い出すことのできるのが明らかになったから私はあらゆる方法をとって彼女が自身で出てくれるように試みましたしかしこれも全く無効に終わりました。 彼女に対する肉体的精神的の虐待も何の効果もありません。い,いな彼女は一歩一歩と私に食い入りすがりついてきます。私はもはや彼女のそばにいるのがたまらなくなってきたのです。もし彼女が今少し不定でありわがままであって私に反抗を見せたならあるいはかえって私をして ああまでたけり立てさせなかったかっもしれませんしかし露子はあくまで定縮で従順でした例えば私が黙って3日も4日も家を空けて帰ってきてもひと言の文句すら言わないのです言わずにその夜床を並べてから頭を下げてひたすらに私に愛を求めるのです 私はそのいじらしい妻の姿を見ていると何とも知れぬ不快に襲われて今にも露子をズタズタに引き裂いて食ってやりたいような憎しみを感じるのです嵐のひどい夜にわざと用を作って使いに出しても嫌な顔すらしないのです私はあまりのことにたまらなくなって露子の横っ面をぴしゃりと殴ってやりました それでもただつゆ子は泣いて嘆願するばかりです私は妻の体と精神等をあらゆる方法をもって慰み物にし勘老物としましたそして何とかして彼女に諦めさせようと努力したのでしたがどうしてもダメでしたしまいには私も妻を苦しめ抜いたあげく自分自身までがたまらなくなり かえって妻の生きに疲れているのではないかとすら思うようになったのです土田さんもしあなたが私の立場だったらその明晰な頭脳をもってもっとよくこの境遇から抜け出られたに違いありませんしかし天賦に恵まれぬ私はひどく三分的な方法でしかこの境遇から抜け出る道を見出せなかったのです それは？たった1つの道でした。すなわち。死です。死ぬことです。しかも我々の哲学に従えば彼女が殺されることです。私は彼女が夜中に私に捨てられたら死ぬとよく言った時。いっそ死んでみたらどうかと老老言ってやったことがありました。 しかしその当時はただ彼女を苦しめるために行ったので決してそれが実現されるとは思っていなかったのでしたところがだんだん日がたつにつれて私は真面目にこのことを考え始めました私はつゆ子が死んでいるところを想像しました病死の場合自殺の場合 殺されている場合私は相変わらず眠られぬ夜の慰みとしてこの光景を頭に想像してみましたそばにすやすやと眠っているいじらしいつゆ子の寝息を聞きながらいかに多くの夜をこういう悪魔的想像にふけったことでしょうそうして今となってはただ死ぬか 殺されることによってのみ私に満足を与えることのできる露子の寝顔を微笑みながら眺めるのでしたどうです土田さん私は立派にあなたの魂を受け継いだと言っていいでしょうしかしまだその当時は 空想によって私は妻を殺していたに過ぎなかったのですこれを実行に移そうなどという考えは全く頭にはなかったのでしたところがここに私にとっては重大な事件が持ち上がったのですすなわち私と石原末子との再会です女嫌いのあなたは私が 初恋の女を憎みながらも長く忘れずに思い続けていたことを笑うでしょうけれどそれはあなたと私の性格の相違ですから致し方がありません私は二十歳の年に末子を失ってもいつもいつも彼女のことを思い続けていたのでしたしたがって私が方々を流浪し続けていた間も 彼女が嫁いだ先の有名な実業家のことを常に注意していたのでその男があの関東の大震災の時無残にも圧死し彼女を除くほか彼女の里のものまでもほとんど死んでしまったことを知っていたのですしかしさすがに私も男として自分の方から末子を訪ねる気にはならずまたまた訪ねようにも。 彼女がどこに住んでいるのかも知らなかったのです。ところが昨年の夏も終わり近く、私はふと山の手のある町で、彼女と出くわしたのでした。私はその時初めて、彼女が夫に死に別れて以来、まったく寂しく山の手のある町に女中相手に暮らしているということ。震災以来すべてが卑怯に向かって、彼女の嫁いだ家はもちろん、 里も全然ダメになってしまったことなどを知ったのでした我々は再び昔の物語をしましたそして昔の日に立ち返りました私は末子を真に愛し彼女もまた私を愛しましたかくして昨年の秋から冬にかけて熱烈な愛が再びよみがえったのです私はむろん このことを妻のつゆ子に語りました。語ったなら、いくらなんでも妻は私を捨てるだろうと思ったからです。しかしこれは誤解でした。つゆ子はかねて言っていた通り、私がどんな女をどんなに愛してもいい、ただ自分を捨ててくれるなということをのみ言っていたのでした。私はそれをいいことにして、昨年の暮れあたりはほとんど家に帰りませんでした。 そして、スエ子の家に入り浸りに入っていたのでした。幸い、スエ子には子供はありませんでした。私が結婚したことをはっきり知らないスエ子に対しては、私は将来必ず夫婦になる約束をしたのです。こうやって、なぜ私がそのままつゆ子を捨ててしまわなかったかとお考えになるでしょう。ごもっともです。ただ、私には、 言いかえれば露子が生きている限りは私は彼女から逃れられないと感じていたのですだから私はどんなに長く家を空けていても必ずやっぱり家に戻って「いじらしい」しかし「のろわしい露子」の顔を見なければならなかったのです 私がいよいよ妻露子を殺そうと考えたのは今年の2月のことです1月に妻の体に異常が起こりました2月になってもその様子は変わりませんつゆ子は妊娠したらしいのです私の種を宿したわけですなんと不幸なことでしょう世間の夫なら いや人間ならば自分の妻が自分の種を宿したことを心から喜ぶに違いありませんしかるにこの私は妻の妊娠を呪いました憎い憎い妻が自分の種を宿したのですその自分はあまりによく事故を知っています妻は悪魔の種を腹に持ったのです いとわしい妻が妊娠したというだけでも恐ろしいことです。しかもそれは、悪魔の種なのです。私は決心しました。早く妻を殺して、この恐ろしさから逃れよう、うと。私が妻つゆ子を殺す決意をしたのは、もちろん一つにはつゆ子の生き量から逃れたいためでありました。 つゆがいきている限り、私はどこに行っても彼女の生き量から逃れられないのですそうして妊娠した今私はつゆ子が生きている限り絶対に自分の運命から逃れられないもし私がつゆ子から姿を隠してしまおうものならばおそらく彼女は無事に子を産むまでは死にますまいああ 彼女が呪われた私の子を産むということ考えても恐ろしいことです露子から生まれた第二の私は一生涯私をこの世で追い回すでしょう私はどうしても妻に子を産ませてはならない露子と共にその腹の子を 闇へ葬ってしまわなければならないのです。しかし同時に私はつゆこを殺す興味にかられていたことも確かです。決心は決まりました。つゆこは殺さなければなりません。いつ、いかにして彼女を殺すか。これが残された問題です。 こう決心して以来私は末子との陥落にふけっている時以外の全部の事実を費やして殺人の方法を考えました私はあらゆる本をあさって人を殺す術を考え始めました私はあなたが高等学校時代に私に教えてくれたすべての本をまた読み返しました いかにしたら最も巧妙に殺人を行い得るかとということを研究したのですその研究の第一歩において私は人間は良心を捨てなければいけないという大きな前提に横着しました犯罪史をひもといて犯罪の暴露の経過を見ると犯人にとって最も危険なのは彼自身の良心です彼らは 勇敢に反抗をなすにかかわらず犯行後極めて臆病ですもし彼らが犯罪を行った時と同様にずうずうしさを持っていたならおそらくは彼らの犯罪が発見しなかったであろうことは多くの犯罪事実の示すところですところでこの点については私は甚だしく楽観的でした私は悪魔の子です私は 良心とといいうものをほとんど失っているはずです。しかもどの程度に失っているかということは実際殺人をやった上でなければ筆記をわからない問題ですしたがってこれについてあまりに頭を悩ますのは愚であることを悟りましたともかく勇敢に行えその上犯行後においてはさらに勇敢なれと自分で自分に命じたのです 次は殺人の方法です。これが最も重要な問題でした一部の殺人者や探偵小説に出てくる犯人は死体の始末について非常な苦心をしております私はこのことの具なることをまず考えましたドリアン・グレーが画家の死体を始末したようなああいう薬を手に入れない以上ここに頭を使うのは極めて具であることを思いました 死死体は死体ははのままでで放置してておいてよいはずですただそれが殺人事件であることが分からなければいいのですしかもそれを積極的に自殺らしく見せかけようとする企てが極めて危険であることも考えましたこれはよほど注意しないとやむ蛇になりますだから殺人事件ではない という弾案だけを下せる程度に留めておかねばなりません次に妻を殺すにはどこが最も良いかという問題です私はいろいろの研究の結果家庭が一番安全だという結論に達しました妻を小戸皿に連れ出して殺すということは極めて危険です日常の住居たる家の中が一番確かだということは言うまでもありません そこで最後に、最も理想的な殺人方法は仮に第一の試みに失敗しても決して被害者に悟られぬものでなければならないのです第一歩で失敗したら何食わぬ顔をして第二歩を待つのです第二歩でやり損なったらさらに第三歩の機会を狙うのですこのごとくにしてついに目的に達するまで 幾度ででも繰り返すのですのこのごとき方法が果たしてあり得るでしょうかこういうことにかけてはほとんど天才と言っていいあなたはもしあなたが私の立場に立っていたとしたら必ず取られたであろう絶好の方法に早くも気が付いておられるに違いありませんけれど私は手近にあるこの理想的な方法に気が付かなかったのです かくして今年の2月も終わり、3月も半ばとなってしまったのでした。この間私は10日目に一度つゆ子の元に帰るだけで、他はほとんどスエコと危機器を共にしていました。しまいには手回りの品物などスエコの家へ備え付けて暮らしていたのです。しかし、ながらついに機会は来ました。しかも意外にも。 つゆ子を殺す方法は、つゆ子の口から一種の暗示となって現れたのでした。八。それはちょうど三月の二十五日のことです。私は久しぶりでつえこのところから妻の家に戻ってきたのでした。 つゆ子はどう考えていたかわかりませんが、相変わらず少しも不平らしい言葉も出さず私を迎えました。久しぶりでつゆこと差し迎えになってまずい夕飯を済ませた私は、相変わらず殺人研究の本を読みふけっていたのです。私はこの頃は絶対に夜半でなければ眠れないので、 つゆ子には11時頃ににに先に眠るように命じました。つゆ子はいつもの通り私には絶対服従なので黙って先に床を取り私に挨拶して意地らしくも黙々として床に入ったのでした夜の1時頃、私は平然の通り強烈な睡眠薬を飲んで床に入りますとしばらくして そばに寝ていたはずのつゆこが、しくしくと泣き始めたのです。また例の胆丸かと思うと、私は嫌な感じがして黙っていますと、突然つゆこは私に話しかけました。あなた、私、このころ、どうしても夜眠られないんですの。ゆうべなんかまるで眠れなかったのに、今夜も。 まだちっとも眠くないの。私はただぶっきらぼうに「そうか」と言ったきり話を続けようともしませんでしただが突然さきにつゆこの言った「私このごろ夜ちっとも眠られないんですの」という言葉を思い出した時天候のごとくすばらしい思いつきが胸に浮かんだのです そうだ。私は思わず闇の中で叫びましたこれだこれだ俺が今まで考えに考え工夫に工夫し抜いた手段はこの言葉を利用するにあるよしお前の命も明日一日だお前の苦しみも明日一日だ明日の夜から楽にしてやるぞ ここで私は、私がどの程度の劇薬を飲まねば眠れないか、また、いかにしてその薬を手に入れるかを語らねばなりません。しかし、おそらくこれは、あなたの現在とほとんど違うまいと思われるのです。もうすまでもなく、あなたもおそらくそうでしょうが、私はもはや一般の売薬業者が一般に売ってくれる程度の催眠剤では、 少しも眠りは取れないのですカルモチンで自殺ができるなどというのが自分には滑稽に聞こえるくらいですあれもダメこれもダメという結果二年ばかり前に私はある有名な医者のところを訪れたのでしたその人は私に対してある粉末の催眠剤を処方してくれましたところがその専門家の説によれば 患者が薬の内容を知っているということは、すでにこのごとき、不眠症のごとき場合には、非常に効き目が薄くなるものである、という理由からして、内容を絶対に私に知らせずに、特に近所の薬剤師に与えてくれたものだったのです。ただちょっと聞いたところによれば、いわば睡眠薬のカクテールのようなもので、さまざまな薬が調合されてあるらしいのです。 そこで私は初めのうちはその薬局から忠実に3日分ずつをもらってこれを用いていたわけなのですしかし不眠症にかけては先輩であるあなたはおそらく薬局と患者との関係がこのままでは済まないことを推察なさるでしょう半年ばかりたつうちに1日の量はようやく効力を薄めてきました 私は勝利をしました。試しに2日分一度に飲んでみました。非常にいい結果です。しかし1日早く薬局に取りに行く口実を何と申したらよいでしょう。こういう患者が得てして持ちいる手です。おそらくあなたもこの経験はあるでしょう。一つ積みこぼしてしまってなくなったから。こういったような口実で。 はじめはくみに薬局を欺きました2度目にはこの手は効きません1週間ばかり旅行に出るからこういう理由でまたもらいますそして自分は一度に2日分もしくは2日分半を持い始めますいいな用いなければ眠れないのです薬局だとて営業ですそれに、 いつも取り付けている患者の家ですから大抵信用してきますしまいには十日分が三日ごとになくなっても別段抗議を言ってはきませんこうやって私の一夜に用いる劇薬の量は恐るべき量に達しましたことにそのころになると患者は 常にに余分のの量を家に蓄えておかと、不安で不安安でででたまらなくなくるのです。私が毎月その薬局に支払う劇薬の金が大きくなるにつれて私の頭はいよいよ多量の睡眠薬を必要とするようになりましたことに昨年の秋以来末子のところで暮らすようになってからは私はそちらの方にも備え付ける必要を感じ始めました 絶対の信用を薬局から持たれている私はしまいには2本の小さい瓶にその白い劇薬をいっぱい入れてもらって1つは家1本は寿恵子のところに置きつけて自分自身茶さじで3杯4杯と勝手に飲むようになったのです土田さんあなたもますます量を増しているそうですね 行く先どうなるかさすが賢明なあなたも考えられないと見えますこのごとくにして私がこのごろ用いている薬の量は2年前に医者に与えられた1日分のほとんど10倍にも当たっているのです私が2年前に処方された1日分の睡眠薬の量がすでに常人の用いる数倍の強さですその10倍です これがか弱い、妊娠した女にどんな効果を与えるでしょう私はそこを考えましたもしつゆ子に飲ませて殺し得ないにしてもおそらく致命的な現象を弱気するに違いないそして飲ませる方法は至極簡単です薬におそらく知識のないつゆ子は 彼女の面前で私が自身ある量を飲んでみせれば無論安心して自分も飲むに違いないこれは極めて自然の方法でわけのないことですそしてもし吐くか何かして目的を達しないでも私自身がそれだけ飲んでおりその時も飲んでみせるのですから彼女にいささかなりとも疑いを起こされる憂いはないわけです すなわち万一失敗した場合においても危険はないのですそうして守備よく目的を達した時には彼女が誤って多量に飲んだという推察しか下せないのですたとえ私が末子という情婦を持ち妻を殺しそうな状況にあるとしても私が妻に故意に飲ませたという証拠を 誰ががげるることでできるでしょう。そうなればもはや両親の問題です私が一応取り調べられてもあくまで否認すればそれで逃れるわけです私のプランは立派に立ちました今や実行にかかるばかりです9 明日は妻を殺すという異常な興奮のために、二十五日の夜はほとんど一睡もせずに明かしました。あくれば二十六日です。朝のうち私は急いでスエコのところに行きました。その日はスエコのところに泊まれませんから、せめて昼間顔だけでも見ようと思ったからです。スエコの懐かしい顔を見てから昼過ぎに帰ろうとしますと。 突然彼女が言いました。あら、もう。今日はおかえり止まってってくださらない。私、この後の夜眠られなくて困っているのよ。私はギョッとしました。この不思議な一致に驚いたのです。しかし、私はどうしても今日は仕事の都合で帰らねばならないと言って、末子の元を辞したのでした。今から思えば。 これが末子と私とののの永久の別れだったのです。私が昼過ぎに帰ってきたのでもうまたしばらくは帰ってはくれまいと思っていたつゆ子はさすがにひどく喜んだ様子で私を迎えました私もこれがこの世での別れだと思いますからできるだけ彼女に優しく親切にしてやりましたかくして呪うべき 3月26日の夜が来たのでした私はできるだけの用意周到さを持ってことを図りました私は医者ではありませんからよくわかりませんが自分の経験で睡眠薬が空いの時の方が一層効くということを知っていました夕食の時妻に「お前あまり食べると夜眠れないんだぜ」 と注意してやったので。この親切に感じたか？つゆ子は一杯の飯しか食べませんでした。いよいよ夜は来ました。実行すべき時です。私はその時もどの程度に薬を飲ませたら、最も確かであるということをなお考えていたのです。しかし、結局薬についての知識のない。私は仮にあったとしても。 現在自分の飲んでいる薬が何であるかを知らないのですから結論に達しようはずはないのですが大体の検討よりつきませんでしたそれでまず私はいつも自分が飲んでいるだけすなわち私にとって10日分茶さじ5杯分を飲ませることに決心しましたちょうど夜の10時半頃でしたお前眠れないそうだが俺の飲む薬を飲んでみないか 俺も今飲むからお前もお飲みできるだけ自然にこの言葉を発したのですはい従順なつゆ子は床を取りながら返事をしました閉めたこれでいいとこを取り終わったつゆこが火鉢を隔てて私と大した時私は例の瓶を取り出しながらまず自分で茶さじに5杯だけ いきなり粉末を飲んでみせまをでせしたしかしさすがの私もこのように興奮している夜にこれで眠れる自信がなかったのでさらに一さじ飲み終わってから紙を出してつゆこにちょうど5さじの薬を与えましたつゆこは黙ってその薬を見ていましたがその時ふと私にある思いつきが浮かんだのでした今から思えば あの時のあの思いつきこそ私にとって大破綻を醸すことになったのでしたがその時は自身すばらしい思いつきであると考えたのですそれはこういうことです私が薬を飲んで寝てしまった後まで妻が起きていたということをそれとなく誰かに知らせておくのですさすれば私がつゆ子に薬を飲もしたという万一の疑いが起こった場合に 必ず有利になずにってくるわけです。私はいきなり「ねえ大宮へ行ってエアヤシップを3つ買ってきてくれないか」とこう言ったのです大宮というのはうちから2丁ほど離れたところにあるたばこ屋ですそこにはいつも必ず主人が店にいるはずなのですその主人は私の五敵で いつもよく暇のうちウロを戦わせていたのです。それで大抵の場合、私自身がタバコを買いに行きつけていたのです。だから今もしつゆ子が買いに行ったならば、主人はお世辞に、旦那は今日はどうなさったんですかくらいのことは言うに決まっているのです。そうすればつゆこは、今晩はもう休みました。 必ず答えるに決まっています後になってもし私が調べられても大宮の主人は妻が私よりも後に寝たことを立証してくれるでしょうそうすれば妻がおそらく誤って多量に薬を飲んだということになるでしょう私は実にすばらしい思いつきだと思ったのです私にこの用を命ぜられた時のつゆ子は 相変わらず従順でした。彼女は与えられた粉薬を紙に包んでこれを折りたたんで帯の間にちょっと入れました私は必ようにその薬を眺めていたのです「もうちょっとたてばあれがつゆこの胃の中に入るのだ」「そして万事は終わるのだ」「人間なんて何と言ってももろいものだな」 とこんなことを考えながら半分帯の間から顔を出しているあの恐ろしい薬の紙包みを見ていたのでしたつゆ子はやがて立ち上がって台所の方からタバコを求めに出て行きました私はその間に寝室に入って自分のとこに入りましたそばには妻の寝床がその主を待っていますこの寝床は 明日は死体を乗せていることだろうと考えながら私は床の中で露子が帰るのを待っていましたところが自身だいぶん薬が効いてきたのに気がつきましたたまらなく眠くなってきます今日は今までになく多量に飲んだのでしたおまけに私はさすがに食欲が出なかったためあまり夕飯をとらなかったので 自分もひどく空腹なのでした。私は妻が帰って台所の戸口をガタピシと戸締まりしているのをかすかに聞きながら深い眠りに陥ったと見えます何時間眠ったかわかれません不意に目が覚めました初めはただなんとなく重い気分で天井を眺めていました頭の後ろが 何かで包まれているような気がしますそして頭痛を伴っていますこれは催眠剤を少し多く飲んだ後で必ず起こる現象ですふと腕時計を見ると4時半です頭を上げると雨戸はすっかり開けてあります私はしばらくぼんやりとしていましたが障子を照らす日差しを見て 一体これは夕方なのかなと考えましたそう思った途端、にわかに昨夜のことが頭の中に浮かび上がりました薬を作ってやったあれを飲ましたはずだそうだ俺はつゆ子を殺そうとしたはずだ妻はつゆ子は私はそばを見回しました 妻は私と同じ部屋に床を並べて寝ていたはずですしかし露子の姿はおろか床すらそこにはありません失敗私はガバと跳ね起きましたそうしていきなり座敷のふすまを引き開けたのですそこに私は台所から今しも出てきたらしい海外しい女房ぶりの露子を きり認めました。彼女の顔はいつものようにやや州を帯びてはいますが、極めて平和で。私を見るといきなりこう言いました。お気になって。あまりよく泳いってらっしゃったから、今まで黙っておいたのよ。あなたもう夕方の5時だわ。私は何か言おうとしました。しかし、舌が乾いて。 ちょっと口がきけませんでしたお前お前夕べは眠られたかいいいえあまりよく眠れなかったのだって薬を飲んだんだろええ飲むことは飲んだんだけど何かいあのー、俺がやっただけ飲んだのかい あら、あんなに飲んだら死んじまうわよつゆ子は世にもかわいらしい笑みを漏らしながら半ば私のむちをあわれむような表情をしながらこう申しましたあなたねご承知ないようだけど一体お薬を飲みすぎるのよあなたがずっとお留守の間にね私眠られないもんだから いつものバツバツ薬局にお薬もらいに行ったのよ。あなたのお薬に少しでも手をつけるときっとまたあなたがお怒りになると思ったからその時いろいろ薬局の人に聞いたの。あなたの飲んでらっしゃる分量を聞いて驚いたわ。なんとかしてもう少し減らすようにあなたからおっしゃいって言われたわよ。だけど 私うっかりしたことを言うとまた叱られるんですもの。ねそれで心配しながら黙ってたの。昨日のお薬ね、私10くらいに割って1つ飲んだのよ。みんな飲んだら死ぬかもしれないわ。だけど、なんだかゆは気にかかってよく眠れなかったの。あなたはすぐ泳ったのね。 ああ、そうそう昨夜買ってきたエイヤシップはお机のところに置いてあったよ私はぐわんと頭を打たれたように感じましたおかれんなつゆ子は自分が殺されかかったことに気がつかない自分を殺そうとした恐ろしい夫が前にいることに気がつかないのです土田さん もしこの事件がこのままに済んだならば私のこの殺人未遂私には法律の知識がありませんから私のこの行為が殺人未遂というのかどうか知りませんけれど仮にそう名付けますは誰にも知れず事件はむしろ一場の喜劇として終わったかもしれないのですところが事実はもっともっと 私にとっては恐ろしい経路をとって進行してしまいました10つゆ子は薬のことを知っていたのだ知っていて今まで黙っていたのだ俺はつゆ子を殺し損なった幸いにも俺が考えた方法が完全だったからつゆ子は自分が殺されようとしたことには気がついていない しかし俺は見事に一杯食ったんだ。こう思うと何も知らないつゆ子を哀れむどころか、一層つゆ子が憎く,くて憎く,くてたまらなくなってきました。やつ、俺のやったことを知っていてわざとあんな態度をとっていたのじゃないかしらとさえ思われて今は一時でもつゆ子と顔を合わせるのに耐えられなくなりました。私は いいているつゆ子を尻目にかけて寝巻きを控えるや否やゆうべつゆ子が買ってきたエアシップをたもとに投げ込むといかにも奮然といきなり家を飛び出してしまったのでした私の心は焼けるようでした妻を殺し損なったやつは気がついてはいないまあよかったというような気は少しも起こらずただ悔しく らがたっ私はどこをどう歩いたかわかりませんが怪しげなカフェを23軒訪ねて強烈な酒をあおったことは確かですそうしてついに寿恵子の家を訪れたのでした美しいかわいい寿恵子に会うために寿恵子の家の前に来たのはもう夜の7時頃だったでしょう 私は飲み過ぎた酒のためにやや走労満山として歩いていたわけです。つえこの家の前まで来ますと、私は異様な状態に気がつきました。いつもなら深く閑散であるべきあたりに自動車が停まっています。そうして大勢の人々がそこに動いていました。私ははじめそれがつえこの家を取り巻いているとは気がつかなかったのです。 しかしいよいよ彼女の家のところに来たとき大勢の人々がその家を取り巻いていることを見いだしました私はぎょっとしました何かしら胸を打ちます何事か起こったのです私は孔子の前に集まっている人々を突き抜けて中に入ろうと試みました 私がちょうど入り口の格子戸のところに来たとき中から背広を着た男と巡査らしい制服を着た人とが話しながら出てきました私はそのとき背広を着た人が相手に言った言葉をはっきりと覚えています実に無茶だ過失だか自殺だかそれはあんた方が調べる役だろうがともかく あんな強い薬を瓶に入れたままそばに置いて飲むなんて実に無茶だあの茶さじで多分飲んだんでしょうが実に乱暴なことをしたもんさね。無論ダメです心臓が止まっています私は直ちに末子の身の上に何か起こったことを悟りました驚く人々をはねのけて買って知った座敷の中に飛び込んだのです土田さん 私がそこに何を見いだしたか無論お分かりでしょう燃えるようなヤグの下に美しい寿恵子は白い彫像のように眠ったように倒れています彼女は完全に仰向いて右手を畳の上に出していました我に帰った時私は そばに立っている男に胸ぐらを取られていました君は誰だ僕はこの女を知ってるもんだこう答えながらも私は末子の死体をなめずるように見入っていたのです私は考えに考えた殺人の方法の結果をここに見出したのです私は不思議にもこの時 愛するものを失ったという悲しみは全く感じませんでしたただただ自分を喜ばす不思議な肉体を目の前に見たのみですしかも自分が計画に計画したその結果ですこう思うと私はなんだかたまらなくなってきました胸がムカムカとしてきましたそうして思わず、 大声で叫びました。間違いじゃない殺されたんだ薬を飲まされたんだそうだ間違って飲むものか驚いている周囲の者のを後にしてこの言葉を繰り返し繰り返し私は寿恵子の家を飛び出してしまいました。 11末子は死んだのです私は愛する人を失ったのです永遠に私は魂の抜けた人間のようになってその夜一旦家に帰りましたしかしどうして妻のところにおられましょうこの悩みの多い地上におられましょう私は 呪わしいこの世から少しも早く逃れようと決心しましたその夜私はたった一人飯田町駅から列車に身を投じました私はこの世に最後の別れを告げるため昔あなたと夏休みに旅した基礎の一観村後目当てに出発したのですそれはちょうど三月二十七日の夜のことでした私は たたった一人列車に落ち着いてようやく自分を取り戻しましたそしてどうしてああいう結果になったかを考えてみました推理はしごく簡単です寿恵子こそ薬に対する知識が全くなかったのです彼女はいつも私が彼女の家で薬を飲むところを見ていたはずです無知な彼女は 眠れぬ一人の夜を過ごすため昨夜私のまねをしてあの強烈な薬を飲んだに違いありません今日になっても夕方になっても起きでぬため女中の子女が驚いて医者に駆けつけたのですそれであの騒ぎになったに違いないのです私は数十時間記者に揺られながらいろいろ考えましたそうして今さら 末子を永久に失ったという感傷的な気分になってしまったのでしたしかしあの死体となっている末子の肉体の不思議な魅力を思い出して私は暗い汽車の中でいろいろな女の姿や肉体を想像しました私が基礎の罰駅に着いたのは28日の昼前でした あなたと2人で行った小さい宿屋に入りました。そうして私は自分の将来を考えたのです。あの不思議な偶然の一致。憎い妻と愛しい女。そうして私はこれから先、いつになったら本当に眠れるのでしょう。私はもはやこの苦しみには耐えられません。私は、 死ぬか気狂いにならなければこの苦しみから逃れられないのです私は決心しました3月28日を期してこの世を去るか気狂いになろうとそれには私の持っている劇薬が絶好のものです私は一本の瓶を全部飲むつもりです死に得るか もし失敗しても元の体で覚めるはずはあるまいこう思いました私は最後に自分の罪を書き残しておく決心をしましたそうしてその日一日かかって自分がつゆ子を殺そうとした計画を記したのです夜の10時ごろようやく書き終わりました いいよいよ薬を飲もうという前に再び私は考えたのです遺書を残すことはいらぬことだ永遠に知られざる犯罪を残していくことの方が興味があるこう思った私は今まで書いた遺書を全部焼き捨てましたいな全部焼き捨てたと思ったのですしかるに不幸な偶然が この時また私を襲ったのです何分にも心の平静を欠いていたあの時です私は全部を焼き捨てたと思いながらその一部がまだ燃えていなかったのに気がつきませんでしたしかもその一部というのは露子を殺す決心をしてからその実行に取りかかるまでの部分ですすなわち私は彼女からどうしても逃れようと決心した どうしても彼女を殺さねばならぬ、というところから始まって彼女はおそらく薬に関しては知識はあるまい従って私が彼女にこれを飲ませても気がつくはずはないのだ私は自分で飲んでみせた彼女は黙ってこれを見ていた私は自分で量を測って 彼女に与えたとといいうところでで終わっている部分ですもし私が彼女という代わりに妻もしくはつゆ子と書いたらこれが末子の変死に対する殺人の嫌疑の証拠とはならなかったでしょう私が名を書かなかったために意外な結果を引き起こしたのでした書き終わった後私は 持っていひと々の薬をそのまま全部一度に飲み干しましたいとわしいこの世に最後の挨拶をしながら木曽川の流れを弔いの歌とも聞きながら土田さん私がこのまま死にえたらどんなに私は幸福でしたろうしかし私の在業はこれだけでは尽きなかったと見えます 12私はその時から直ちにこんこんたる眠りに陥りました何時間眠ったか何日眠ったかそれは私には全く分かりません私が目を覚ました時死ぬような頭痛と吐き気に襲われながら辺りを見回した時は後で考えてみると基礎の罰駅近くの警察署にいたのでした 私が寿恵子のところで怪しい言葉を出してから役人たちは私を追っていたに違いありません木曽のバツ村の宿屋は私の長い眠りに驚いて駐在所にでも訴えたのでしょうともかく私は見知らぬところで苦しい眠りから覚めたのです覚めてから後の私は実に惨めなものでしたあなたは 睡眠薬を少しでも飲みすぎた後の不快さを知っておられるでしょうところが私は20日分ももしくはそれ以上の薬を一度に飲んだのです私が生き返ったのが不思議なくらいですだから私が当時全ての記憶力と理解力を全く失っていたと言ってもあなたは少しも不思議には思われないでしょうとにかく私は かような不思議な状態で魂も何も抜け果てたまま記者に乗せられました今から思えば私は東京に送り返されたのでした私はそれまで何を問われても何を尋ねられてもはっきり答えませんでしたいな答えられなかったのですすべてが霧の中を方向しているような気がして自分で自分が分からず 極端に言えば自分が何者であるかということすらはっきり思い出せなかったくらいなのですこちらへ帰ってからもしばらくの間は医師が私の体を見ていてくれたようでしたが生命にも異常がなく言うことも大丈夫言えると見たかやがて私は刑事の前に引き出されました私が一番初めに突きつけられたのはあの基礎で書いた遺書の「 数行の紙でした。これにお前覚えがあるだろう。これはお前が書いたのだろう。私はしばらくそれを黙って見つめました。なるほど、自分の字に間違いありませぬ。私はようやくそれを書いた時のありさまだけを思い出しました。しかし、それ以上の記憶はどうしても呼び起こせなかったのです。おい。 とけるなよと私は刑事に何べん言われたことでしょうけれども私はとぼけていたのではないのです当時いな昨日まで私ははっきりした事実を思い浮かべられなかったのです私はあの強烈な劇薬のために思考力と記憶力とを全部持っていかれてしまっていたのでした私は 自分の衣装を見せられてから一人感房の中でいろいろと考え始めましたすると不意に頭に浮かんできたのが寿恵子のあの食べてもしまいたいような死の姿でした右手を伸ばしあおむいて床の中に眠ったように倒れていた彼女の姿でしたああ あの女が死んでいる。俺は殺そうとしたそうだ薬を飲ませようと考えていたのだったしてみると私の哀れな脳は必死に駆け巡るのでしたが結局落ち着くところは彼女を殺したのかもしれないということだったのですこう思った私は、 おぼろげながらも記憶ををって自分の気持ちを語りました。しかしいつごろから寿恵子を知ったかなぜ殺したかそういう込み入ったことについては何ら答えることができませんでした私があの日寿恵子の家を訪ねたことも立証されたのでしょう私はいつの間にか余信判事の手に移されてしまったのですしかし判事に対しても 私はいままでがの詳しししことがどうして言えましょう。てえょただ判事の質問に対し「しかり」とか「いな」とか答えるよりほかはなかったのです私は自分でも彼女を殺したのか殺さないのか全く分かりませんでしたもし私が外界にいたとしたら周囲からの刺激によって必ずやもっと早く全てを思い出していたことでしょう ところが私は終日官房の中に入れられています思い出そうにもその機会さえ与えられなかったのでしたしかるに昨日異常な事件が起こりましたそれは妻のつゆ子がやっと面会を許されて私に会いに来たという事実です信じられぬことのようですが 私はそれまで妻というもののことを全く思い出しておりませんでした思い出すことすらできなかったのです焦然としたつゆ子に相対した時私はただなんとなく不気味な気持ちに襲われていたばかりなのでしたが突然私の目は彼女の帯のところに釘付けにされました彼女は帯の間に紙を入れています後から考えれば、 おそらく彼女は医者に通っていたのでしょうがその粉薬の包み紙が帯の間から半分出ているのです電光のごとくひらめいたものがありましたあれだあの帯だあの紙だ私はあれをはっきり見たことがある確かに前に見たことがあるいつどこで 私は石のようになってなおもその髪を見つめたのです。私は死に物狂いになって脳傷を絞りました。そうだ。私はこの女を殺そうとしたのだ。この女だ。つゆこだ。俺の犠牲になるはずだったのは。続いて巻き起こった頭の中の嵐、雷鳴、電光。 私はいちごもつゆこに物を言わずに自分の部屋に逃げ戻りました忘れてはいかんぞ今思い出したことを私は昨日一日夕べ一夜すべてを思い出そうと努力したのです土田さんこうして一晩中思い出し考え考え辿ったあとが今まで書いてきた 恐ろしい事実なのですそうです。これこそ間違いのない事実なのです。私は妻を殺そうとしたのです。石原末子を殺そうとしたのでもなく、また殺したのでもありません。私の考えに従えば、末子は謝って死んだのです。私は全ての記憶力を回復したとき、 急有たるあなたがちょうどこの裁判所の検事局にいることを思い出しました私の今までの話を信じてくださるのはあなた一人かもしれませんあなたはこの私の言う言葉に一つの偽りもないということが信じられるでしょうたとえ信じられぬような事実であっても事実は事実ですいかんともすることはできないはずですさきにも申した通り 私は早速判事にあって全ての事情を述べるつもりですそうしておそらく石原寿恵子に対する殺人の嫌疑は晴れるでしょう晴れなければなりませんしかし露子に対する私の法律上の責任は無論逃れえないわけでありますまた逃れる気持ちもありません長々と記して あなたの判読を煩わしたことをおっしゃします。土田さん。見たびあなたに。あの友情の名において呼びかけます。どうか。私を信じてください。そうして。私の言うことを。信じてください。